金沢将棋とは、金沢新一郎の開発したコンピュータ将棋のプログラムである。市販ソフト版はアンバランスから発売されている。かつては、CS 版はセタ、極時代はログから発売されていた。選択的探索と前向き枝刈りの融合を、試みたり、探索延長の判断に。 将棋プレイヤーの経験則を持ち込むなど斬新なアイデアで1990年代に最強を誇った。世界コンピュータ将棋選手権では、初参加した1996年以降優勝2回、準優勝3回の実績を残している。全身ソフトの局でも、同選手権で優勝3回、準優勝1回の成績を残している。また、 1997年5月には、アマチュア将棋連盟主催の B 級、レーティング大会に、イスと共に参加し、人間の将棋大会に、初めて参加したプログラムとなった。結果は参戦全勝であった。2004年を最後に、世界コンピュータ将棋選手権の決勝に進出して、おらず、同選手権への出場自体も2006年を最後に、途絶えているが、 市販ソフトとして2008年6月に、金沢将棋2008が発売されており、開発は継続されている。市販ソフトとしては、プレイステーションセガサターンニンテンドー64、マイクロソフト Windows などのゲームになっているほか、i イアプリイ e ジーアプリアンド Android アプリ、iPad ア,アプリ、ヤフーゲームにも取り入れられている。SS 版は、 セガサターンマガジンソフトレビューでは7、5、5の17点。レビュアーは、コンピュータの気力が高く一応させる程度では秒殺と、言っていいほど相手にならず今まで、いろんな将棋ソフトに打ち勝ってきた、人向け、抑えるところは抑えていて、寄付の読み上げ機能や重秒将棋が実装されている、マウス操作を求める将棋ゲームが多い中で、パッド操作が快適。だが、 思考時間にばらつきがあって、最強レベルではいきなり長考に入ってちょっとうんざり、気力だけでなく、忍耐力も、必要、重病将棋で、レベル選択不可、将棋ゲームが他にも発売されている中で強さだけでは、生き残れないが、将棋祭りが割高だったせいかそれのフォロー的、作品なのかもしれないとした。ありがとうございます。